どうも皆さんこんにちは、M8 です。というわけで今回は、現環境の新しい新装備、一番火力が出る装備のソロとマルチを、両方2つ紹介したいと思います。ソロの方からいきますか。まずソロに関してなんですけれども、今までだと、ムヘトカイザーですね。ムヘトカイザーが一番火力が出たんですよ。ただのムヘトカイザーじゃなくて逆境ムヘトカイザー、つまりカスタム回復を入れないっていう、なかなか難しい装備だったんですよね。火力は出るけど、なかなか使いこなせる人が少ないっていうか、使いこなすことが難しい。私でも結構難しかったです。なので、なかなか、手にかけられないっていう部分で、強かったけど、使えなかったっていう部分なんですが、今回新しくね、ブラキリオスの装備が来て、挑戦者の上限が解放されたことによって、ブラキカイザーっていう新しい、型って言えばいいんですかね。新しいものができたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。まずは、基本的な、形ですかね。こちらになります。武器に関しては、ムヘト武器を使って、あとは防具はこんな感じ。上からカイザークラウン、ガンマ、ブラキニウムメイル、ベータ、カイザーアーム、ベータ、カイザーコイル、ベータ、ブラキニウムグリーブ、ベータ。で、調整の戸籍5。で、強打回避。これが一番、装備としてはいい感じなのかなと思います。一応、3V と 2V 全部防具で揃えているので、ムヘト防具に関して、武器に関して覚醒能力に、シリーズスキルは入れてません。で、カスタム強化はこんな感じ。攻撃と回復。で、この時点で回心率 30%、挑戦者7で 20% アップするので、これで傷荒れで 100% って感じですかね。なので本当に、怒らせ、怒り状態を維持できないと結構簡単に切れ味が短いのもあってね、紫ゲージが短いのもあって切れてしまうので、そこだけちょっと気をつけなければならないっていう部分になります。ただ、ムヘトカイザーと違って、HP がね、減ってかないので、そこの部分のストレスはないのかなと思いますね。で、スキルに関してはこんな感じです。一応ガード性能5になってますけど、モンスターに合わせて変えていくっていう感じですかね。この鉄壁、この鉄壁樹2つのところを攻撃樹に変えるっていう感じになります。もしくは、3でいいんだったら、ガード性能3でいい、かつ、どうしても体力樹が欲しいよっていう方に関しては、ここのところを攻撃ではなく、体力樹を2つ入れればいいのかなと思います。で、ガード性能5必要で、どうしても体力樹が入れたいっていう人に関しては、こちらの、ここじゃないや。ここで見るんじゃなくて、さっきのカスタム回復ですね。カスタム回復と攻撃のところの、攻撃のところを抜いて、会心と属性強化入れます。そうした上で、ここですね。達人。この達人2つのところに体力樹2つ入れることができますので、体力樹がどうしても欲しいよっていう方に関しては、そちらを入れてください。でもね、あくまで体力樹、自分はソロ、基本的には体力樹入れないようにしてるんですけど、これからその慣れていくため、攻撃を食らわない立ち回りをしていくためにも、こういう少ない、体力でも頑張れるように、努力してみるのもいいかと思います。なのでね、自分はこういう上位防具を使っても何の抵抗もないんですけども、今までずっとここベータ使ってた人はちょっと抵抗があるかもしれませんね。そんな感じです。あとフルチャが2つ入ってて、あとの3にするためにここで補ってるっていう感じになりますって感じから、これが一応ソロの一番元気環境火力が出る装備だと思います。こんな感じかな。かなり使いやすいです。本当に使用感、火力かなり出ますし、すごい使いやすいと思います。他、ガード強化とか心眼が欲しいときは、どうしてもね、ここを削っていくっていう感じですかね。無傷のところ、そこに関してはここ入れられるので、ある程度火力が維持できるのかなと思います。それでは、次、マルチですね。マルチの方はちょっと防具の形が変わります。マルチはこっち。またムヘト武器を使うんですけど、ムヘト武器に、シリーズスキルが、今までムヘトカイザー使ってらっしゃったら入ってると思うんですけど、そういう形ですね。シリーズスキルを植えた上で、ちょっと防御力、ここの、さっき使ってたガンマか。上位のカイザーのヘルムだと、ちょっと防御力元ない部分もあるので、そこを補っているっていう感じになります。足に、ガルルガを使って使いやすく、使いやすくしてるって感じかな。で、スキルに関してはこんな感じです。その前に、武器のカスタム回復はこんな感じです。で、回収率は 30%。さっきと一緒ですね。で、スキルはこんな感じ。
まあ、体力増強をまず3入れる。まあ、マルチなんでね、どうしてもソロと違って事故率が増えてしまうので、まあ、体力増強3は入れてもいいのかなと思います。まあ、2でもいいんですけどね。怖いっていう人は3にして、まあ、余裕があるっていう人は、まあ、ここを攻撃増やせばいいかなと思います。もしくは見切りでもいいですね。まあ、どうしてもやっぱ、傷ついてない部分を攻撃する機会も増えてしまうので、まあ、カウンタークローいっぱいしてればいいんですけど、まあね、カウンタークローしててもやっぱ死んじゃうことはあるので、危ないよね、カウンタークローもね。なのでそういう部分で、傷なしの部分を殴るってことも考えて見切りを増やして回心率を上げてもいいのかなっていう感じです。まあ、フルチャのところに関しては、まあ、ガード強化が欲しいときは、まあ、ここをガード強化入れ、鉄壁獣入れて、で、ここに、ま、対象、ひるみ軽減のスキルを入れればいいかなって感じになります。で、相違に関しては、まあ、滑空と回避ですね。まあ、回避のところは別に他のところでもいいですけど、まあ、強弾相違はちょっと難しいので、強弾は使わずに行った方がいいかなと思います。うん。まあ、こんな感じですね。現環境の装備に関しては。まあ、かなり火力が出るので、まあ、これから、いろいろ組み合わせ等はありますけど、ソロの方が組み合わせは自由ですね。さっきの。まあ、こっちの今回はソロで、まあ、火力どれぐらい出るのか見せていきたいと思います。こっちですね。では行きましょう。イベルカーナと裸の付き合いをした2ヶ月前、互いに一歩も引かぬ激闘を交え、気づいたことといえばたった一つ。ガード強化いらない。今夜も一つ空の下、サンドバッグことイベルカーナで最高の火力を見ていきたいと思います。このカーナ、情報によりますと無断欠勤の常習犯。母親に諭され、いやいやこのフィールドに舞い降りてまいりました。当人の言い訳曰く、なぜ僕たちはわざわざ死にに行かなくてはいけないの？だそうです。この世の輪廻を根こそぎかき回してしまいそうな疑問に母が一言。いいから行きなさい。好きな食べ物は鬼ぼっくり。好きなキャラクターはアンダーテールのサンズ。地獄で燃えてしまえばいい。お気に入りのフレーズだそうです。それでは両者の熱き戦いを見ていきましょう。普通に実況すれ。難しい。できねえな、これは。じゃあ普通に、見ていきましょう。まあね、本当に強い。普通に火力がね、えげつない火力が出るので、マジでおすすめです。マジで作ることをおすすめ。まあちょっとね、まあ、火力的な部分で申し分ないところ、まあ、最高火力が出るんですけど、戦いにくさっていうのはちょっとねあります。微々たるものですけど、何かって言うとやっぱガードじゃない、怒り維持、もうこれやっぱ怒り切れた状態で殴ってると、まあ、回心率が 20% 下がってしまうので 80% になってしまうんですよ、傷つかられてるところでもね。だからそういう部分で 80% だと短い紫ゲージでは結構一瞬だったりするんですよね。だからそういう部分での、まあ、戦いにくさ、特にイベルカーナなんて怒りが終わったタイミングって隙を見せないっていうか、怒り状態から怒りが治った瞬間へのモーションがないんですよ。でいきなり気づいたら怒りが治ってる。確かにこういう風に攻めの姿勢が発動しましたとかの部分でまあ出ますよ、挑戦者が切れましたっていう表示はね、とか、あとマップの目がね、赤いアイコンから黄色のアイコンに変わりましたっていうので判断することはできますけど、やっぱ集中してるとまあそういう部分を見落としてしまう時がある、どうしてもね。でそういう時にその状態で殴っていると結構切れ味が戻ってしまうっていうのはきついですね。だから他のラージャンとか、まあ、琴ネギとか、あそこら辺に関してはとっても戦いやすいんですよ。なんでかっていうと、例えば、まあ、ラージャンだったら、まあ、見た目が思いっきり変わるじゃないですか。そういう部分で怒りが終わったっていうのは分かりやすい。だから琴ネギとかだったら怒りが治った瞬間にモーションが入るんですよね。あの疲れたモーション。ああいうので、あ、怒り治ったな、じゃあまた張り付いて振り向きして怒りを維持させようってことがしやすいんですけど、まあ、イベルカーナみたいなモンスターはちょっとだけ戦いにくいかなと思います。ほんと微々たる差なんですけどね。火力が全てを補ってくれるので、もうほんとダウンとかも、スパンが今までより短いんですよ。なので今までだとイベルカーナで4分台を出すっていうのは結構、まあシビアだったし、難しかったんですけど、これ普通にいけてますからね。まあ4分台ギリギリですけど、5分ギリギリですけど、それでも4分台を出せてるってことは、まあ、かなり強いってことが証明されてるかなと思います。一応、装備を着ているとき、
着てない時で一応火力を見て欲しかったので、まあ、最初すぐに装いを着なかったんですよ。なのでそういう部分で、まあ、火力はね、最初から装いを着てればもっと火力が出せるし、で今回ちょっと回避の際最初に着ればよかったですね。最初に着ればもっと早かった、まあ、こういうなんだろうダウンとかが続いちゃうのはどうしても火力が出ちゃうからしょうがないんですけど、なんだろうな、後半に来ちゃったことによって怒りがね切れちゃうタイミングで、まあ、回避の装いが発動しちゃってる、あと逃げるタイミングとかぶってうまく回避の装いの火力が出し切れてないっていう部分で、まあ、ちょっともったいなかったかなと思います。だからちゃんと詰めれば4分台前半もしくはもう3分台も夢じゃないんじゃないかなと思います。まあ、短期催眠術を使えば多分3分台は出るんじゃないかなっていう感じですかね。まあ、あとはまあ逃がさないこととかもそうなんですけど、ちなみに、回避の装備を着てかつなんだっけ、まあ、回避発動させるじゃないですか。で火力が上がるかつ主星も発動させた状態で3月目で271出ました。この装備だと、まあ、キジ薬グレートとか使ってますけどね、まあ、えげつない火力が出てるってことがこれでわかると思うんですけど、思ったんですよ、あのムヘトカイザーで逆上型、まあ、確かに今までもすごく強かったんですけど、まあ、挑戦の5席5になったことによってそっちだって一応強化はされてるんですよね。だからもしかしたらワンチャンそっちの方が強いんじゃないかなと思って行ってみたんですよ。あの回復カスタムを消して、だから攻撃ごと属性1のカスタム、そして、まあ、キジ薬グレート使って、まあ、火力もガリガリじゃないね、モリモリ持ってで行ったんですけど、まあ、回避の装備発動して、攻めの主星発動して3月目に244だったんですよね。なのでこっちの方が結局強かったんですよ。向こうは回復できないっていう部分で、結構精神的に来ちゃうものもあるし、クラッチタイミングが悪いと一回回復行為をしなきゃいけなかったりと結構シビアな部分があるんですけど、こっちはねずっと体力マックスを維持してればいいし、火力が出るからすぐダメージを食らったとした、まあ、ガードで削られたとしてもマックスを維持しやすいんですよ。なのでそういう部分でとても使いやすいです。なのでこれを見た皆さんもぜひこの装備を使ってね、まあ、できれば体力アップなしで使ってみてほしいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。